はい、これからですね、はい、真夜中の動物園ツアーにご招待いたします。今日はね、一人で、はい、もう一人でマンツーマンで、ありがとうございます、回っていきますんで、楽しみにしていてくださいね。パパママ行ってくるね。はい、はい、お任せください。はい、これから夜の動物たちが、はい、出てきますんで、昼間の動物とは全然違います。違うんですか。はい、昼間は動物というのは、非常に活発ではないですよね。寝ていたりする、ライオンなんかはもうほとんど寝ているんですが、寝てる夜の動物たちというのは非常に活発です。これが本当の姿、動物たちの、早く行こうよ、すいませんね、私喋るのが好きなんでね、生きながら説明して、ごめんなさい。なかなかね、こういう形で説明するっていうのが私、慣れてないもので、パパママ遅い。はい、お任せください。行ってきます。じゃあこれから、はい、ツアーに出発。出発。さあ、それではまず出てくるのが、はい、なんとサバンナで最も恐れられている動物。あ、ライオン。その通りです。ライオンというのは昼間は、行こうよ。行こうよ。行ってみましょうか。行ってきます、パパママ。お任せください。それでは、はい、参りましょう。はい、さあ来ましたよ。本当な、はい、見えないでしょ。見えない。はい、実はこの中にライオンがいます。広くてわかんない。はい、この茂みの中に、茂みの中、今懐中電灯で照らしたらダメです。ダメなの。はい、そうするとライオンを刺激してしまいますので、はいはい、静かに見る。はい、はい、そしてこのツアーの目玉として、はい、ライオンに餌をあげることができます。はい、すごい。はい、あげたい。あげたいですか。あげたい。よし、そしたらですね、あったあった。餌何？はい、生肉。このバケツの中にね、この生肉。普段はね、すごい大きい肉。そうです。何の肉？これ牛の肉です。 牛さんの肉を、牛さんの肉、はい、好き。あ、普段はね、人間がステーキとして食べるような肉を、いつも食べてる。あ、素晴らしいですね。じゃあ上げてみましょう。はい、はい、では、はい、このバケツを持って、はい、で、そのままね、はい、茂みの中に置きます。はい、そうするとだんだんね、その生肉の匂いに引き寄せられて、はい、ここでいいですか。うん、そこに置いてください。ここでいいですか。はい。びっくりした。いっぱい食べてた。びっくり。ここで。いや、ここで。大丈夫だった？大丈夫だったよ。大丈夫だった？ここでね。びっくりした。ここでこうガブガブって食べてるから、こう。見えた？見えた、見えた。今。よしよし。びっくりしたなー、おじさん。で、帰ってきた。いやー。すごかった。すごい勇気だね。近かった、大きかった。いやー、素晴らしい。すっごい大きかった。よくひるまずに帰ってくることができました。素晴らしいです。あ、素晴らしい、はい、大成功、大成功。はい、いや、まさかまさか。いや、ちょっとおじさんびっくりしました。ちょっと普段よりもライオンがね、早かった、早かった。うん、でもね、よくバケツ引っ張られたけど、引きちょっとバケツごとこういっちゃったから ね、引きずられていったからね。引きずられた、びっくりしたね。うん、おじさんはもう完全にやられたかなと思った。え、うん、これはライオンも頭とかかじられてるなと。次、怖い。次、次行きます。次何？じゃあ次はこっちですよ。はい、はい、次はですね、はい、アフリカの、はいはい、砂漠、砂漠で、さっきはサバンナで、サバンナで、砂漠、今度はアフリカの砂漠で最も恐れられている動物。砂漠で、うん、これはとっても怖いですよ。さあ、何だと思う？サソリ？あ、正解。え、よく。サソリ？
サソリが最も恐れられています、うん、はい、はい、で今この中にサソリがいます、はい、あのねさっきも思ったんだけど、うん、もうサバンナ真っ只中にいたでしょ、うん、そうびっくりしたんだけどこれも砂漠のもうここは砂漠です真っ只中にいるのね、はい、そうですすごいないるからね、うん、驚かしてしまうと一気にグサッて、はい、サソリというのは尻尾に毒がありますので、うん、知ってる、はい、そこでグサッとやられます、はい、じゃあ餌やり体験ができますのでー、はい、よっしゃ、はい、よーし、あ、危ないよ、ね、あんまり大きな音を立てるとサソリがグサッとやりますよ。サソリ何色ですか？サソリは赤です。赤、はい、はい、でも夜だからほとんど見えません。はい、さあ餌を食べます。サソリは何を食べるでしょうか？サソリは、え、サソリが食べるの、うん、はい、では分かんない、うん、分からなかったね。鶏肉を今日はね、餌として用意をしました。鶏肉食べるの、ね、特別な、はい、栄養がいっぱいのささみの部分を今日はね揚げてみたいと思うので、はい、じゃあこのバケツの中に入ってますから、ね、鶏肉だ普段はねもっといい肉を食べているんじゃないかなと思うんだけど、え、サソリか、君が、あ、うち全部牛肉、うんうん、そうだよね、うん、でも今日はサソリさんに、うん、サソリさんにささみの、ささみ、うん、サソリだけにささみ、うん、あげましょう。わかりました、はい、そう、バケツをそーっと置くと、はい、どこからともなくサソリがやってきてその餌を食べます、はい、その様子を見てみましょう、はい、はい、そうです、そうです、はい、じゃあね、それをね、バケツから出してあげるといいかな、はい、うん、サソリっていうのは砂の中にいるからで、出してみましょう、はい、はいはい、バサッてすればいいの、うん、バサッてしてみましょう、はい、ボケ、ボケ、どこだ、ちょ、さあ、すごいね、すごいね。ここまで大丈夫だった。ここまでね、砂にね、はまった。いっぱいいた。サソリの地獄にはまりそうだったね。サソリ、いや、びっくりした。サソリがね、うん、周りにいっぱいいてね、ふ、うん、って引っ張って ね、バケツごと行かれてたもんね。バケツはもうね、食べられちゃったのかな、うん、なかったけど。いや、すごい勢いだった。ここ、このから見る、うん、全部ここにね、うん、サソリが。そうだよね。すっごいってこうしてた。うん、よく生きてたね。みんな食べてたサソリ。びっくりした。すごい、あんな近くでサソリ見たの初めて。星さんもうダメかなと思ったけど。うん、え、もうダメかなと思ったけど。え、すごい。じゃあ次に行こう。次か。次に行こう。次はここです。次最後です。次最後。はい、次は最後です。やった。はい。砂漠の先には。水辺が出てきます。水辺で最も恐れられている動物です。さあ何でしょう。ワニかカバか。あ、正解、ワニとカバです。2種類、はい、2種類です。すごいすごいね、よくわかったね、うん、よし、じゃあもう早速、はい、肉をあげましょう、はい、お肉ですよ。あもうダメだろ、もうダメだろ、何に食われたかもわからんぞ。ああ、これは大変だ。いやー、参ったな。あー、危なかった。どこから、あの水ブボンってこぶって、あのね、カバだね、それはね。そう、カバか、ワニさんが、ワニか、お肉食べたかったみたいで取ったんだけど、うん、それをワニさん、カバさんが、うん、あの、僕も食べるよ言って、うん、僕はカバの口の中に入ったんだけど、カバさんがこっちだよって出してくれて、うん、今こっち来て、はあ、だからカバさんが食べた、いや、お肉カバが食べたか。そう、いやもうダメかと思ったけど、すごかった。いや、うん、君が一番すごいな。本当、うん、うん、そっか、うん、面白い。いやー面白かったね、うんうん、次はおじさんはもう驚いちゃって、もうね、次は何もないな。